はい、柏市より NHK を、あ、じゃあ今日柏市じゃないな。新宿区より NHK をぶっ壊すということで、令和2年2020年、今日は10月の17日土曜日です。時間は13時29分であります。NHK から国を守る党の大橋正信でございますということで、今日はですね、今日はね、ちょっと勉強会ということで、新宿区のね、某所で行われるというその勉強会に出席するべく今ね、新宿区内の、とある駐車場に今車を止めて、お話をさせていただいております。皆さんもね、立花党首の、YouTube のチャンネルでアップロードしました。私のね、選挙ウォッチャー地代、石渡智弘君っていう名前でいいと思うんですけどもね、もしかしたらその名字はね、石渡で間違いないんですけど、下の名前がね、ともひろなのかな。僕はもう一応ともひろって決めつけて今話をしてるんですけど、そのね、ともひろくんに対するこう取材の、様子のね、動画を、皆様ね、ご覧いただけましたでしょうか。はい。味方をするとね、味方ってその動画の味方ね、からするとね、途中で終わってるような感じではあるんですが、なんであそこに切ったかっていうと、警察の方がね、臨場されたので、動画をね、切ったということで、あれで終わっていますが、実際のところ、もう警察の方が臨場してもね、2回目ということもありますし、私がね、市議会議員ということがありますので、本当にね、10分もうかかってないんじゃないかな。ぐらいの事情聴取で私の方はもう終わりまして、で、ともひろくんもね、死に滅裂ではあるものの、自分のね、正当性っていうものを主張したんでしょう、きっと。もう率直な感想を言うと、実際ね、取材してね、じゃあともひろくんが、石渡ともひろくんが、まっとうな回答ができるか、しっかりとしたね、受け答えができるか、当然疑問抱きながらね、取材に行ったのは事実です。で、案の定ね、あんな感じですよ。あんな様子だったので、もうこれはもうまともに話というか会話ができないなと思ったので、ああいうやりとりになってしまったという状況です。で、やっぱりね、僕が彼と直接、お話をした感想は、かなりやっぱり追い詰められてるな、というふうに感じました。やっぱりね、こう、取り乱している、あってね、発狂するような感じですしね、もう焦ってるのがもう見え見えですね。ね、もう髪の毛はもうベッターとなって、こう、なんかこうね、とっちらかってるし、汗は、冷や汗なのかな？焦りから来るこう、冷や汗、ね、メガネが曇ってしまうぐらいのね、目パチパチさせながら、焦ってるんだなと、困ってるんだろうな、実際は強がってはいるもののというね、感じを受けました。で、いろんなご意見があると思います。別にね、僕、煽ろうと思って言ってるわけじゃないんですよ。取材のつもりで本当に言ってるので、だって皆さん不思議に思うでしょ？なんで裁判所に出廷しないの？自分のね、正当性を主張しないの？って思うじゃないですか。本当に1300通ね、ごめんなさい。それは その前に、1300通、そっちか。本当にね、1300通送られてきてるのか、であったりだとか、あとは、ね、本当に、加藤真理乃さんが関与している確固たる証拠というものを掴んでいるのか、その証拠というものをなぜ提出しないのか、ね、NHK から国民守る党が、党ぐるみで、ね、石渡智之君に対する嫌がらせ行為をしたというふうに言ってるんであれば、そのね、確固たる証拠、根拠というものを提示してくれればいいと思うんですよ。少なくともね、取材している状況で、その証拠、根拠というものをね、述べたりだとか、物的証拠っていうものをね、出さなくても、裁判所でその証拠を出せばいい話じゃないですか。
にもかかわらず、まあ、証拠は出さない、愚か、出廷すらしないと。で、弁護士さんにも依頼してない。まあ、依頼していないのか、依頼できないのか、その辺は定かではありませんけども、あの時もね、もう逃げてると言われても仕方がないような、行動を繰り返していると。いうこともありますし、やっぱりね、最近話題になっている、ノートでの、詐欺行為。まあ、詐欺罪に問われても、おかしくないであろうと思われる、石渡智博くんの、その1320円ですかのね、お金を払って、見た内容が4文字ということでね、まあ、そういったことに関するね、質問をしたかったんですけども、まあまあ答えられないと。で、まあね、何度も繰り返しても、まあ彼のね、ああいった言動というものは変わらないでしょうから、あまりね、実りある取材をね、申し込んだところで、あまり実りあるものではないでしょうから、まあね、一回限りというつもりではいたんですよ、僕の中では。ただ、ともひろくんは、一つね、約束をしたことを忘れてしまったのか、破ったのか、彼は僕の目の前で約束したことが一つあるんですよ。皆さんね、これお気づきになってますかね？ちょっとこの動画をご覧ください。彼はこのように言っています。大丈夫ですか？ちなみにパンフレットって1300通なんですか？パンフレット1300通なんですか？お前それだって来てんだもんな。大橋正信が関与したらという根拠、証拠は何でしょうか？お前それ聞きに来たんだろ？お前それ聞きに来たんだろ？お答えいただけますか？お前それ聞きに来たな。パンフレット1300通は届いてるというお話でしたが、お前それ聞きに来たな。それが大橋正信が関与するというお話ですが、はい、その根拠、証拠はどこにあるんですか？あ、裁判じゃなくてここで来たんだね。はい。はい、ぜひお聞かせください。はい。警察来たら話しましょうね。ぜひお聞かせください。警察来たらお答えいただけるんですか？警察来たら話しましょうか？お答えいただけるんですか？話しましょうか？直接お答えいただけるんですか？触れちゃうから。触れちゃうから。近いから。というね、ことを言っていいんです。大橋正信が、石渡智博君に対して、パンフレットを送ったというような根拠、証拠というものがあるんですかということに関して、智博君の答えが、警察が来たらお答えしましょうかって言ってるんですね。警察が来たら。言いましたよね、皆さん。今、はっきり言ってましたよね。じゃあ警察が実際、じゃあね、現場来ました。臨場しました。石渡くんは、言ったと思いますか、皆さん。ちゃんと堂々とね、警察を介して、パンフレットの件、大橋正信が関与しているといったようなことに関するね、お話をしてくれたかどうか。皆さんこれどう思いますか？はい。皆さんのご想像の通り、もちろん答えてくれておりません。はい。で、警察が臨場して、まあ、ね、分かれてね。もう実際ね、警察が臨場して、もう、こういう言い方したらあれですけども、僕はその場仕切りました。分かれた方がいいですよねって。彼と別れて、距離を取って、警察の方と対応した方がいいですよね、と。それで、そうですね、みたいな、警察の方もね、そういう話されてましたけど。まあ、それはいいとして。まあ、お互いのね、警察の方が、まあ、10人ぐらいかな、現場、臨場されて、僕の言い分、トム君の言い分をお互い聞いて、じゃあもう、ここはもう、お互いもう帰りましょう、という話になった時に、石渡智博君は、本当にね、みすぼらしい後ろ姿で、とぼとぼと、家に帰っていきました。説明することなく。おいおい、さっきの異性はどうしたんだと、ということをね、投げかけてあげたかったんですけども、まあまあ、あれだけね、みすぼらしい姿を見せられてしまうと、もう同情してしまうな、というふうに思う一方で、男ならちゃんと約束をね、果たしなさいよと、言ったのは君だよと。警察が来たらお話しするよと言ったにもかかわらず、その説明を保護したということですので、また取材に行こうと思います。やっぱりね、お答えいただけると言ったにもかかわらず、答えてくれなかったということですので、そこはね、取材したいと、彼にね、説明責任を果たしていただきたいというふうに思いますので、ともくん、ね、当初はちーちゃんって呼んでますけど、僕はともくんと呼ばせていただきます。ともくん、また行くからね、楽しみにしててね。またね、楽しい、
取材さす楽し僕的にはねとても、楽しい取材でしたので、また、ね実りある無理かそれは無理か実りある取材無理だな、まあ、とにかくね、明るく楽しく、取材させていただきたいと思いますんで、ぜひね説明責任を果たしていただければと思いますんで、君にも当然説明責任あるんですよね。表現の自由というものがある一方でね、自由の、裏返しには責任というものが伴いますから、説明責任をぜひ果たしていただきたいと思います。君は言ったんですからね、警察が来たらお話ししましょうかってしてくださいよね。それを君はしなかったわけですから、ぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。あと最後にね、あのともくんはなんであの状況で警察を呼んだのか全く意味が分かりません。もうね、石渡智弘くんの家の周辺をこうぐるーっと見てね帰ろうと思ったんです。警察の方が来られてるかどうかと思って、やっぱ一般の方がねリアトしてるって話もあったんで、まあ、ちょっとね心配もあったんでね、周辺こうぐるって回ったんです。そしたらたまたま偶然ですよ、たまたま偶然石渡智弘くんが、あのファーストコンタクトした場所あるでしょ、あの歩道、あそこにねぼーっと立ってたんですよ。電話片手に、左手で右手かな、右手でこう電話しながら、左手でこうスマホ持って、あよくわかんないどう見ても怪しいなと、怪しさ満点のオーラを醸し出しながらこう歩道でこうぼーっと立ってた石渡くんを発見しましたので、ただね取材させてもらおうと思って接近しただけの話なんですけども、僕の顔を見るや話しかけただけなのに110番通報するというね、気候に走ったということでねまあ警察もね本当に意味やかと思いますよ。普通に会話してくれればいいじゃないですかね。あの対応したくない、取材には応じたくないってなれば拒否の姿勢を取るだけはいいだけの話なんですよ。別にね彼の家にね押しかけたわけでもないですし、だって道端にいた彼をね、突撃取材しただけの話ですよ。嫌だったらもうお断りしますって言って家帰ればいいだけの話なのに、なんでその場で110番通報したのか、あの状況でどんな、犯罪行為が行われていると思ったのか、また身の危険を感じているとも言っていましたが、どのような身の危険を感じ方をしたのか、彼がね全くもって意味不明なんですけども、むしろ僕の方がね身の危険感じましたよね。殴りてとかぶっ飛ばしてって言われたぐらいですしね。まあまあそこはいい、まあまあいいかなとりあえずね、まあ幸いなことに ね彼も柏市民、僕私もね市議会議員、柏の市議会議員ってことでね、まあ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 今後もね、いろんなところでねお会いすることがあるかもしれませんので、まあその際はね取材させていただこうというのも、あの智弘くん僕にも当然取材する権利ありますからね。だって君が取材する権利があるんだったら当然僕にだって取材する権利あるんですよ。当たり前でしょね。それすら理解できないでしょ君は。もう誰かにちゃんとねあの教育受けな、一般常識も含めて。僕はそこまでしてあげるだけのあのお人よしではありませんので、まあね君の周りは確かあれかな、猪俣東吾くんとか仁尾淳くんとか、あとは誰だっけ、あと誰だっけ、横川圭輝くんかだもんね。まあしゃあないね。はい、まあ、そんな感じですわ。はい、まあまあまたね、取材することがあればまたね、皆様にその情報をねお伝えしようと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、なんだ勉強会の方に行ってこようと思います。よろしくお願いいたします。以上です。新宿区より NHK をぶっ壊す。